よろしいですか、はい、あの今ご紹介いただきましたあの京都大学の黒橋と申しますあの昨年度から立ち上がりましたこの新しい社会システムデザインに向けた、えー、情報基盤技術の創出という、えー、領域の総括をさせていただいておりますので、えーまあ、この説明をさせていただきます。 これはもうすでにジェシーからご説明もありましたけれども研究のスタイルとして先駆けというのは個人研究でありますクレスト等ではいくつかのグループを作ってということですけれども個人の研究者のアイデアに基づいて進めていただくもので学生さんは研究補助員として雇用していただくということは可能です。それから研究の期間は年間は年とということで あの昨年の1期目は AIP との関係で少し立ち上がりが遅くなったんですけども、まあ、今年は10月からスタートしていただいて今年度それからあと3年間合計3年半ということになります。で研究費の規模は3,000万から4,000万ということで、まあ、昨年は割と満額に近いような研究あの計画を立てていただいた提案が多かったかと思います。 で募集は3期、えー、3年間行うわけですが、えー、今回は2回目ということになります。で、えー、各期今年度も10件程度の、えー、提案を採択する予定であります。えー、まあ,あのトータルの予算額の目安がありましてあの皆さんの研究の日の,あの状況申請状況に合わせて、えーまあ、若干あの上下する可能性はございます。 でえー、応募資格ですけどもこれも,もう出てきておりますけども、まあ、若手支援ということでありましてあの明確な年齢基準というのは設けておりませんが、えーまあ、若手とと思思うう方が、えー、アプライしていいいただければというふうに思いますであの研究者の方の、えー、研究機関と JST が委託契約委託研究契約を結んで実施していただくというのが、まあ、あの一般的な進め方であります。 で企業の研究者の方もあのアプライしていただけます。で、えー、まあそういう専任のあの仕事を持っておられる方が多いんですけども、実際、えー、JST の専任の研究員となっていただいて研究を実施していただくということも可能です。で、その場合にはあの事前にと言いますか、JST とちょっとご相談していただく必要があるということはご留意ください。えー、ではあのまあこの領域の中身のご説明に。 説明に進みたいと思うんですけども、えー、これはあの私京都大学におりますけども京都大学の,あのリーディング大学院の枠組みでデザイン学大学院連携プログラムというのを行っておりまして、まあ、ちょっとそこのスライドを借りてきたものです。あ私もこのプログラムの担当をしておるんですけども、えー、まああの面白いグラフかと思うんですが。 この左側のグラフはこの ICT を支えるさまざまな基盤技術において右肩、まあ、上がりにずっと進歩,が進歩していくわけですけども、まあ、この中で日本はかなり貢献をしてきたということととが言えると思いますでところが右側のグラフは、えー、その世界市場での日本のシェアを示したものでして、えー、もう少しこうトータルなシステムになったものについて実は日本のシェアっていうのは どどんどん下ががっていいるという現状がありま,すまあつまりちょっと荒っぽく言いますと日本は技術的には非常に優れているんですけども、まあ、システムとしてどうだったのかということがございます。で、まあ、3.11以降ということもございますけども、えー、ビジネスモデルを含むような、えー、トータルなシステムデザイン力というのが必要だということがあのいろいろ言われております。でまあ、そういうい中であの <laughs> この JST の先駆けクレスト等はあの国の戦略目標に基づいて立ち上がっているわけですけれども、あの昨年度のこの戦略目標ですねはこういうものであります。えー、急速に高度化複雑化が進む人工知能基盤技術を用いて多種膨大な情報の利活用を可能とする統合化技術の創出とで、えー、まあ情報技術が非常に爆発的に進展しているということがありますし。 その情報の環境をですね何十億というスマートフォンをみんな持っている時代になってきたというようなことも含めて急速な普及がありますであの国としても第5期の科学技術計画では超スマート社会の実現ということを掲げておりますし非常にまあ多様なデータビッグデータといわれるものですね医療関係のデータですとか材料物性に関するデータですとか、まあ、都市インフラ スマートシティ等に関係するようなデータ、まあ、そういう非常に大きなデータが利用可能になっていますしもう一方であのディープラーニング等に代表されるような人工知能技術っていうのも、まあ、急速に進展してきてきおりますすで、まあ、に ICT がこう社会の一つの駆動力であってそれをどんどん進化させているという状況ですけども、まあ、その,あの進展がですねこれからますます あの進むんじゃないかというふうに考えられるわけです。で、こういう中で、あのこの先駆けの領域として、新しい社会システムデザインに向けた情報基盤技術の創出というまあ領域を昨年度立ち上げたということであります。えー、まあ、情報技術分野における技術的な課題に対して貢献していただくということがま一義的であるんですけども。 まあ、その技術がですね将来の,その新しい社会構想、えー、社会システムにどのように貢献するかと、まあ、そういう視点を持って情報基盤技術の研究をしていただきたいと、まあ、そういうあの気持ちの、えー、領域であります。えー、つまりその提案していただくその技術が社会の変革にどんなふうにつながっているかとどういう可能性があるかというシナリオ まで考えてていいただいてそういう将来の社会実装を見据えながら研究していただくということを期待しておりまして、まあ、このことをあの領域独自の審査基準に加えておりますので、まあ、ぜひプロポーザルの中ではその辺りを明確に言っていただきたいというふうに思います。であの分野としては非常に広い情報 が貢献すするいいろんな広い分野を考えております、まあ、これはあの例えばということですけれども対象となる応用分野として、えー、自動車鉄道などのモビリティなどの社会基盤ですねを含めた社会基盤それから、まあ、高齢化社会という問題がありますけれども、まあ、その中でのヘルスケアの問題、えー、つい先日もすごい風が吹いて。 大変だったようですけれども、あの近年の異常気象などによる自然災害に対する防災減災です。とかで、またあのこういうあの課題を横断的にサポートするようなまあ、ロボティクスの問題まあ、あるいは、えー、知識情報処理と言いますか？自然言語処理、メディア処理に基づく、えー、情報の組織化編集。まあ、そういったことが一つ、ターゲットのまあ応用分野として考えられるかと思います。まあ、ただこれに限定するものではありませんので、えー、将来の。 社会的ななインパクトが期待でできるようう技術分野ととといいいこご検討いただければと思いますもう一段階ブレークダウンしてじゃあ具体的な研究テーマということでこれらを挙げさせていただきましたけれども、まあ、センシング技術ですとかイシューデータ統合技術ですとかデータ処理とかシステム最適化それから知能アクチュエーション知的メディア技術それからセキュリティプライバシー等の技術ですね。 まあそういう技術があるかと思いますでこれあの具体的な技術ということですけどもあの昨年度採択して昨年十二月からスタートしていただいている、まあ、1期生の方のテーマを見ていただくと、まあ、その広がり感などはあのちょっとイメージしていただけるのではないかと思います一、えー、つ目の荒川先生のやつは行動認識とか、えー、情報駆動型というような話ですね石原先生は アンドロイド子どもアンドロイドというようなものです、えー、金子先生は、まあ、ディープラーニングの,その、えー、中身と、えー、人間がコミュニケーションするという,ようなことを目指した研究、えー、川添先生は、えー、医療ビッグデータということで、まあ、東大病院の大規模なデータを活用することを考えておられます。えー、高村先生は、まあ、例えばあの <laughs> 天気予報のテキストを自動生成するとかスポーツ中継のテキストを自動,抽出あ自動生成する、まあ、そんな研究をされています、えー、田中先生はネットワーク上の信号情報処理ということで、えー、感染とか災害の拡大をこう抑えるような技術について、えー、戸田先生は音声合成の技術ですね福島さんは、えー まあ合意学習システムですけども、まあ、そのポイントは情動ですすとかそういうい認知的な側面を考えておられます、えー、松原さんは複合時系列データの処理というあたりで、えー、山本先生はま,あまさにディープラーニングの理論的なところ非線形機械学習というあたりですそれから吉野さんはえ音声対話システムということであのー、まあさっき申しましたような広い範囲についてまあ将来の 社会を変えていくような技術という視点でご提案を頂い,いて昨年度は11件この11件を採択して今研究をしていただいております。で私は先日ちょっと質問を受けたのでそれをご紹介しておくと、まあ、例えばですけども音声対話システムのテーマがもう1件採択されているわけですけどもじゃあもう音声対話の研究は来年度以降はとりませんかという質問があったんですけどもそういうことはありません。まあ、音声対話の 研究であっても非常に強いしっかりした内容で将来につながる社会システムに繋がるものであればあのさらに採択する可能性は十分にあると思います。まただあの全体としての大きな意味でのバランスというのはある程度考えておりますし、そういう意味ではあの残念だったのは昨年度はセキュリティ関係のあの提案をあの採択することができませんでしたので、まあそのあたりもしいい提案があればですねぜひ採択したいというふうには考えております。 それからこの領域はこの11名の先生方に領域アドバイザーになっていただいております。今この関係する領域で非常に活躍しておられる先生方ですし先駆けの研究者の皆さんが何と言いますか将来のロールモデルとして考えていただけるような先生方かと思います。下の3名の方々は会社から企業からのアドバイザーの先生にも参加していただいております。 で研究の進め方領域の上の仕方ということですけれども、まあ、非常に広い応用分野なんですが、えー、まあそこであのトップの各分野のトップの若い方々が触発していただいて、まあ、市内地位効果が生ままれるとということを期待しております先進、えー、的な研究成果を出すということはもちろんなんですけれども、まあ、将来の日本あるいは世界レベルのリーダーになっていただくと。 とまたあのここでのですねこのまあ30人ぐらいの方々がその研究者ネットワークを構築していただいて、まあ、将来もそれがいろいろな形で生かされていくということを期待しています。それからあの、まあ、このビッグデータといわれる時代でそのデータのです、ね、積極的な共有とか利用が非常に重要です。で研究成果果の効果的な創出とか 新しい製品サービスの創出ということも目指していますのでこの採択後にはですねそういうデータマネジメントをどういうふうにやっていくかというそのプランも提出していただきますしそういうデータの取り扱いについても領域としていろいろ議をしていきたいというふうに思っております。それからこれも既にありましたけれどもこの領域も AIP ネットワークラボというの,の一つの研究領域ですので。 理研の AIP センターを含めた関係の機関と連携しながら研究を進めていくということにしております。で、この再下期の制度の特徴として、領域会議というものをまあ年、ね、2回合宿形式で開いております。で、研究者だけでなくまあ私ももちろん、それから領域アドバイザーの先生方も、えー、お忙しい中なんですけども参加していただいて、まあ研究成果をしっかり出していただくという意味でのまあ進捗の確認とか。 議論を行う場でありますし、まあそこでのまあ何て言いますか、ある種の雑談も含めたいろんな情報交換をした、まあそういう関係がですね、将来の研究、えー、者ネットワークのを作っていくことの多い助けになるというふうに考えています。まあこの写真はあの早速一期生の方と一回目の領域会議を、えー、今年の1月に行った時の写真です。で、えー、サイトビジットということも。 やりますあの私がさえが、ー、けの研究者の方の研究室を訪問させていただいて、まあ、上司の方といろいろご相談といいますかこの災害系の制度をご説明してご理解いただくということもしておりますそれから、まあ、多領域といろんな形で、えー、強調してやっていくと、まあ、先ほどの AIP ネットワークということもございますしそういうことも考えておりますで、えーえー これ先駆けの ICT 関連の領域で、えー、最初平成9年から情報土地という安西先生のやつがスタートしまして、まあ、その後比較的 ICT 関連コンスタントに領域先駆けの領域が立ち上がっているわけですけどもあの実は私もこの情報土地安西先生の先駆けをやらせていただいた一人でありまして。でえっと まだホームページが残ってるんですけども、まあ、その並びで柿く稽こでその次は後藤さん次あのお話しくださる後藤さんがやっぱりこのメンバーにおられました。で、まあ、当時その情報系の若い人たちで元気な人がいっぱい集合してて楽しかったということなんですけどもでそれがまさにネットワークになっていまして、まあ、今私のいるところの研究課長もこのメンバーですし、えー、さっきちょっとご紹介しましたデザイン学の特定教授にもこのメンバーがおられますし。 今私クレストをさせていただいてますけどもその主たる共同研究者もまさにこのメンバーでやっていますですのでこういう先駆けで若い時にいろいろ作った関係というのはその後も研究をずっと進めていく中で非常に何て言いますか宝物になっているというふうに感じております最後に研究総括からなんかメッセージ的なものということですので えー、これはあのですね、まあ、ちょっと見ますと、社会には大量の情報があふれていると、社会はまたすべての人間が情報の生産者であることを期待し、それを前提として組み立てられていくと、人々は情報を得て、整理し、考え、結論を出し、他の個人にそれを伝達し、行動すると、でまあ、こういうあの情報の時代ですし、情報の洪水ということがあって、これにどう対処するかということが重要だということが言われています。 ことだとだ思うんですけども実はこれは1969年ののののの梅沢先生生知的生産の技術という本の中の一節でありますでまずそもそも1960年代にこういうことをおっしゃることが先駆け的だということが一つですけどももう一つはあのやっぱり注目していることとしてその情報っていうのは人間が解釈をしてまあ価値を感じてそれで情報となるという面がありますし。 でそれを持って、えー、それを人に伝えるとか、えー、情報に基づいて行動するということがあります。まあ、ですのであの、まあ、人があるいはまあ物とかセンサーからデータが出てきてそれをまあ解釈して情報になってさらに一般化したり、えー、抽象化したりして知識になってそれをまだ人間が利活用すると、まあ、この全体の,この情報の流れといいますかを考えていただいた上で。 新たな社会システムということを捉えていただきたいなというふうに思いますもちろんあの尖った技術を考えていただくという意味では、まあ、それぞれの方がフォーカスされるところは、まあ、人間のインターフェースですとかデータの処理の部分だとか、まあ、知識に関することだとかということにはなるかと思いますけども社会システムという意味ではあの広く捉えた形で自分の研究を位置づけたそういうプロポーザルにしていただければというふうに思います。 最後に選考スケジュールですがあの、えー、先駆けについては5月30日先ほどもありましたけど、まあ、正午ちょっと余裕を持って、えー、プロポーザーを提出していただきたいと思います。でまあ書類選考の後、まあ重要なのは面接の,あのタイミングだと思いますが、えー、あの一般的な配布物よりはもうちょっと絞った形で、まあ、7月の中旬から8月上旬ということで今調整をしておりますので。 えー、提案していただく方はですね、あのぜひこのあたりについてはちょっとスケジュールを調整していただければという,ふうに思います。で、研究開始は10月からということを予定しております。はい、あの私からのご説明はこれで以上とさせていただきます。ありがとうございました。